上空から西のバーリーンギャップ近くから崖と灯台を望むビーチー岬はイングランドイーストボーンの町の近くにあるチョーク岩からなる岬でありセブンシスターズの東隣にあるビーチー岬はイーストボーンバラの所有地でありその管理下にあるこの岬は海に面したチョーク岩の崖としてはイギリスで最も高く海面から162メートルの高さがある 南東へ海に面したトッタン部からは東はダンジネス、西はセルジービルまで望むことができる。航空写真この岬のチョーク岩は6600万年から1億年前の白亜気候期に形成され、その頃ここはまだ海面下にあったが、新生代に入ってから隆起しり口となった。最後の氷河期が終わると海面上昇によってイギリス海峡が形成され、 波がチョーク岩を削ってサセックスの沿岸部に印象的な断崖をいくつも形作った。ビーチ岬周辺の崖は打ち寄せる波によって形成されたものであり、小さな岩の崩落がしばしば見られる。柔らかいチョーク岩層は硬い岩石層と幾重にも折り重なって層状になっており、この構造によって崖がどのように侵食されるかが決まってくる。まず打ち寄せる波が 崖の下側を掘り崩し、それによって、直上のチョーク岩層が板状に崩れ落ちる。さらにいずれはその上のチョーク岩層も崩れ落ち、そうして順に侵食が進んでいくのである。小規模な岩の崩落に比べると、大規模な崩落は稀である。2001年には、冬に大雨が降った際に、雨水が岩の割れ目に染み込んで凍り、割れ目を押し広げた。これによって、 崖の先端が崩落して、海に落ち、悪魔の煙突と呼ばれた有名なチョーク岩の塊が破壊された。ビーチー岬は1274年にボシュフ、1317年にボシュフという名で文献に現れ、1724年までにはビーチヘッドに定まったが、浜があるわけではない。この地名は、美しい岬を意味するフランス語、ボーシュフがなまったものである。 1929年にイーストボーンがビーチーミサキ周辺の土地16平方キロメートルを土地開発から守るため約10万ポンドで購入した。ビーチーミサキはその際だった景観によりイギリス海峡を通る船乗りたちのランドマークとなっている。例えばシーシャンティのスパニッシュレディースには次のように現れる。最初に見た陸地はドットマン次はプリマスのレームヘッド。 ポーツマスのワイトジマビーチー岬、フェアライト、ドーバーを通り過ぎ、そしてサウスフォアランドの灯台が見えるまで頑張った、ドイツの社会科学者、哲学者にして共産主義の父の一人でもあるフリードリヒエンゲルスの異界は遺言に従ってビーチー岬の崖の上からイギリス海峡に巻かれた。この岬は航海で危険となる場所だった。1831年に、 ビーチー岬の西側でベルタウト灯台の建設が始まった。しかし霧と低く垂れ込みた雲が灯台の明かりを遮ってしまうことがあるためビーチー岬の下の会場にビーチー岬灯台が建設された。第一次エラン戦争の際1653年のポートランド沖海戦の3日目はビーチー岬の沖で戦われた。1690年のビーチー岬海戦は 大同盟戦争における海戦である。いわゆる第二次、ビーチーミサキ海戦は、第一次世界大戦時の1916年9月に1週間以上に、渡り、戦われた。ドイツの3隻の U ボートが、ビーチーミサキから、エディストーンの間で30隻の商船を撃沈した。これの対処には、イギリス海軍の40隻の駆逐艦、48隻の魚雷艇、7隻のシップ 468隻の補助艦艇が当たった。第二次世界大戦時には航空機との無線通信を円滑にするため、イギリス空軍がビーチー岬に中継局を建設した。1942年にビーチー岬で検出された信号はエッフェル島から発生られたテレビ電波だと同定された。ドイツは戦前からあったテレビ施設を再稼働し、 パリ近郊の軍人病院や要人向けに独物放送を開始していたのである。英空軍はそれらの番組をチェックしてニュース映像から情報収集をしようとしたが、これはうまくいかなかった。また重要な軍事レーダー施設がこの地域に置かれ、冷戦期の1953年から1957年にかけて地下バンカーでレーダーコントロールセンターが稼働していた。この崖は、 ベルタウトから西へバーリンギャップに向けて下り、さらにその西にセブンシスターズがある。この地域は観光名所の一つとなっている。バーリンギャップにはレストランが一軒あり、夏にはアイスクリームの屋台が何台か出てくる。ビーチーに設置された電話ボックスとサマリタンズの看板外科の東大ビーチーでは年に20人の自殺者が出ると見られている。岬の牧師団体は、 日中、夜間に一体を定期巡回し、飛び降り自殺を未然に発見、制止するよう努めている。パブの従業員やタクシー運転手も自殺を起とする人たちの見張りに従事しており、また、事前団体のサマリタンツの電話番号を書いた縦間板をいくつか立て、彼らに連絡するよう潜在的な飛び降り自殺者に対し促している。ここでの自殺はメディアで何度も取り上げられ、 その報道がさらに飛び降り自殺者をここに呼び寄せると、牧師団体の設立者、ロス・ハーディは述べている。世界的に見て、特定地点での自殺率がここを上回るのは、サンフランシスコの金門橋と、日本の青木ヶ原の森だけだとウォールストリート・ジャーナルは、報じている。最も古い自殺の記録は7世紀まで遡る。百六十五年から百七十九年の間、 ここで124人が亡くなった。s j サーティーズによると、そのうち115名は、まず間違いなく自殺であり、犠牲者の61%は、イーストサセックスの生きがいから来ていた。2002年から2005年にかけて死亡者は、増加を続けたが、2006年には、わずか7名まで減った。海事沿岸警備庁は、牧師団体の働きと地元メディアの良い報道姿勢が、 この死亡者現象に寄与したと述べた。2008年には少なくとも26名がここで死亡した。連続ドラマイーストエンダーズでマーク・ファウラを最初に演じたデイビッド・スカボロは1988年にここで自殺した。ありがとうございます。